はい、どうも皆さんこんばんは。プリンキムビーのカズキミーチェです。タイトルにもある通り、もうこの言うことが起こっちゃって、僕、すごい気分が悪いんですよ。違うよね。意味がわからへんというか、今日、帰ってきたら、段ボールが一個届いてて、なんか臭いなと思って、開けたら、ウサギが死んでるんですよ。匿名の名前書いてね、カズキ緑茶って名前で来てましたわ。おもろないから。カズキ緑茶もほんまおもろないから。カズキ緑茶さんから送られてきました、ウサギ。死んでます、中。ウサギの死体が送られてきたんですね。で、僕、びっくりしたのが、生きてたと思うんですよ、そのウサギ。生きたまま段ボールに入れられて、僕の家に送られてるんですよ。ね、今の時期暑いじゃないですか。もう暑くなってきてますよね。最近暑いじゃないですか。だからその中で死んでしまったんかなって。運送されてる、配送されてる途中で。なんで生きてたってわかるんって言われた。うんこが落ちてたんですね。ウサギのうんこが。生きてるでしょ、それは。生きてたでしょ、そのウサギ。僕、ちっちゃい時ウサギ飼ってたんですよ。ウサギ飼ってたからとかじゃなくて、僕動物全般好きなんですよ。今犬飼ってるし。だから余計気分が悪い。それを知ってか知らないでかわからないですけど。で、非常にセンスが悪い。まだポストにコンドーム入れられる方がまだ良かった。住所公開される方が良かった。どうやって住所を調べたんかは知らないですけど。なんかの脅しなんか知らんけど。やってまうぞみたいな。知らんけど。怖いっていうよりか、キモい。センスないな、こいつ、ほんまに。って思った。で、ほんまに希少なと思った。僕ね、それ送ってきた人。同じ人として思われたくないですね。それを僕は人間と呼びたくないです。同じ人と言いましたが、同じ、ものですね。同じ、もう僕がものじゃないんですけど、そいつはもうものですね。それやっちゃいかんよ。てか、動物でもやらんのちゃう？理性失ったら、動物みたいな、言いますやん。動物でもそんなことせんよな。これやったら嫌がるかなって思ったんか、笑うかなって思ったんか、なんか知らないですよ。どういう、中に何も手紙とかもなかったんで、何のためにこれを送ってきたのかまずわからんし。だったとしたら、ウサギの命を軽く見すぎ。ウサギの命軽く見すぎっていうのもおかしいですよ。絶対僕らとウサギは別の生き物やから、どうしても僕らからしたらウサギの命は軽く見えてしまうかもしれないけど、このウサギ何のためにお前詰めたん？せめて手紙とかで、例えばね、今回僕がパチやトツ行ったとか、そういうことに対しての、なんか抗議とかだったら、まあ、それでもわからんけど、ウサギを巻き込むなって思うけど、何も書いてない。僕には、送ってきたあなたの気持ちは何も伝わってないんですよ。伝わってない。何がしたいのか全くわからん。ほんまに意味わからない。生きてるウサギを詰めて送ってきて、面白いと思ったのか、怖がらせたいと思ったのか、何かわかりません。何もわからない状態なんで、僕は怖いとも思わないし、面白いとも思わない。むちゃくちゃセンスがないから。僕、ニート東京でも答えてますけど、YouTube っていうのはセンスと参り証拠だと思ってるんですけど、君 YouTuber には向いてない。センスがなさすぎるね。それやっちゃうと。非常に怒ってます。僕はね、こういう人によく見られるような活動をしてることによって、やっぱりたくさんの人に見てもらうから、人から批判されることっていうのはあると思うんですね。この前、昨日あげた柴田さんを救いたい動画なんですけど、あれでも僕は桜高虎さんにも思いますよ。人に見られるような活動をしてるんだったら、批判されても仕方ないっていう考え方じゃないと向いてないっていうふうには僕は思うんですよ。だからといってやめろとか言わないですけど、僕はだから被害届とか、そんなの出しませんよ。ウサギが送られてきたからと言って。ただ、もしウサギを送ったやつ、これ見てるんやったら、反省してくれ。俺に送ったから俺が怒ってるとかじゃないね。センスないねん、それは。ウサギを送るのは違うねん。まだ、カズキ麦茶死ねとか、そんなのめっちゃ書いて送ってきてる方がまだマシやねん。それもセンスないけどな。まず君がどういう意図でそれを送ってきたのかがわからないから、俺はセンスのあるレスポンスができないよね、これは。君がやりたかったこと、何かをしたかった、何かを伝えたかったんだと思うけど、それがわかったらこうした方がよかったんじゃないっていうことをこの動画でも言えるけど、
全く一切わからない。全くわからない。君が何を考えてたのか。うん。だからもう本当にね、バカとかそういう簡単な言葉じゃ解決できないですよ。うん。おかしい。狂ってるね。行かれてるよ。病院行った方がいいよ。ほんまに。学生だったりとか、未成年だったら、一回親に相談し、面白いと思ったんかなんかわからんけど、自分の思った意図親に言ってみ。こうこうこういう思いで、YouTuber の住所特定したか知らんけど、住所に、生きたウサギ送ってん、どう思うって言ってみ。親泣くぞ。ええ加減にせえよ、ほんま。文句あるんやったら直接連絡してきたら、俺大体の DM 返してるけど。文句あるんか、絡んで欲しかったんか、笑って欲しかったんか知らんけど、俺はそんなことで笑わないし、そんな奴と仲良くしようと思わないし、うん。人の怒らせ方も間違ってるよね。まあ、ということで、うん、ということでっていうのもおかしいけどね。うん。僕、とりあえず今からウサギ山行って埋めてくるんで、これ見て、もし送ってきた本人が見てるんだったら、反省してください。ほんまに反省してください。あなたのやってることは、イカれてます。頭がおかしいとかじゃない。心の病気ですよ、それ。人のすることじゃない。反省してください。日本っていうのはそういう文化の国です。海外だったらどうかは知りませんけど、日本っていうのはそういう国です。僕はあなたみたいな人を同じ人間だとは思わない。以上、ポリンキムービーのカズキミチェでした。